い、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日は月次支援金について経済産業省から新しい情報が出ましたので、そちらの方解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは月次支援金について5月18日時点の新しい情報が入ってきましたので、動画の方で解説していきたいと思います。まず最初ですね、復習です。月次支援金ってどういう内容だったかと言いますと、個人が上限10万円、法人が上限20万円、まあ、緊急事態宣言、まん延防止の飲食店の休業、時短営業の影響を受けて売上がダウンしている方がもらえる支援金になっています。そして2019年または2020年の同月比と比べて売上が 50% 以上ダウンしていないといけないという条件があります。それではね、詳しく見ていきましょう。こちら、このような資料が5月、ね、18日時点版ということで経済産業省から出ております。これ後で概要欄の、ね、URL も貼っておきますので、詳しく見たいよっていう方はそちらの方クリックして確認してください。この資料に沿って今日はね、動画解説していきたいと思います。目次がね、このようになっていますので、皆さんね、これ全部今日ね説明するわけではないので、気になるポイントがありましたら後々ご自分の方でご確認していただければと思います。このような目次になっています。まあ、給付の要件についてね、もう一回説明したいと思います。前回の動画でもね、ここ説明してますので、そちらの方でね、基礎的な方はご確認ください。今回の動画では新しく追加で情報が出た部分を重点的に解説していきます。まず一つ目の要件が、この飲食店の休業や時短営業または外食自出の影響を受けていることが要件の一つ目。そして二つ目が、先ほど言ったように月間のね、売上が2019年または2020年と比べて 50% 以上減少しているっていうことが、まず給付要件の大きな二つになりますね。そして先ほど言ったように、中小法人は上限20万円、個人事業は上限10万円ですよとなります。そしてここが新しく出た情報です。申請の受付期間の情報が出ました。4月5月分は2021年の6月中下旬から8月の中下旬に申し込みと締め切りがきますと。そして6月分については2021年の7月の1日から8月31日でスタートして受付を締め切るというふうな日程のね、受付期間の情報が出てまいりました。ですのでね、皆さん4月5月分で受け取ろうかなとかね、この支援金使おうかなっていう方は、そろそろ書類の方を目を通しておくといいと思います。ここでね、スムーズに申請できるように今から準備しておくことをお勧めいたします。はい、給付対象のポイントです。2、3を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となります。2つ目ですね、この対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接間接の取り方があるということを影響に受けていて 50% 以上減少していれば給付対象となります。もしくは3つ目ですね、この対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接な取引がある影響を受けて 50% 以上ダウンしていれば給付対象となります。この2番と3番を満たす事業者は業種所在地を問わず給付対象となりますよってことですね。そして気をつけないといけないポイント4つ目は、この担保単位、事業単位ではなく事業者単位で給付しますということですね。ここ要注意です。だから特定の店舗や特定の事業のみ 50% 以上減少していても給付要件は満たしませんよっていうことです。給付対象について具体的にこう図で資料で出ておりますので、該当するかどうかって見たい方はちょっとこちらの方でご確認ください。図多分ね、ちょっと分かりやすいかと思います。どういう影響を受けたかっていうのを説明も出ておりますので、目を通していただければと思います。皆さんが気になるポイントはこちらの方じゃないかということで、こちらを紹介しますね。はい、給付対象となり得る事業者の具体例という情報が公開されています。ここにね、飲食店ありますね。休業や時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店がいまして、それに伴うこのような業者が該当しますよということです。例えば食品加工の製造事業者、あとは器具備品の事業者ですね、食器調理器具等の消耗品などを販売するビジネスをされている方、そしてこの飲食店に伴うサービス事業者ですね、接客サービス業をしていたり清掃の部分を担当していたりようなビジネスも該当しますと。そしてこの器具部品やこの食品加工の事業者のこの流通関係の事業者も該当しますと。まあ業務用のスーパーとか卸問屋さん、農協等々が該当します。そしてその流通関連の事業者にさらに関係している生産者さんが該当もしますということですね。この事業者の具体例が出てますので、こちらね、自分のビジネスが該当するかどうかっていうのをご確認ください。もしくはね、判断難しい方はやはり問い合わせしてね、聞くしかありませんので、電話で問い合わせの方をしてみてください。そしてもう一つ該当するのはこれですね、対面で個人向けに商品サービスの提供を行っている、まあ B2C 事業者と呼ばれるものです。ここに書いてあげてあるのは具体的な例で、旅行関連事業者が該当します。こちらですね、娯楽サービス事業者も該当しますね。宿泊事業者、タクシーバスなどですね。でその他の事業者としてこのようなものが挙げられています。まあ映画館、
カラオケ、まあ、小売事業者、あと対人サービス、こちらですね、クリーニング店やマッサージ店、接骨、接待、エスティックサロン、結婚式場、運転代行業とも入っております。そしてこの上記の事業者への商品サービス提供を行うビジネスをしている方も該当する可能性があるということで、こちらに挙げてありますので、ぜひ皆さん該当するかどうかなという方は詳しくこちらの方を見て判断してみてください。もしね、対象となっていても売上が 50% 以上減少していなければもちろん対象外ですので、その点だけは気をつけてください。なので今期のね、売上台帳をすぐにねつける必要があると思います。もしくは自分のね今期の売上を把握する必要があるかと思います。経理が溜まっている方はぜひ急いでやっておいてください。でここに星印として注意点があるんです。これが結構大事で、本事業者に該当していても、まあ、他のね地方のねこの休業や時短営業の要請に伴う協力金の資金対象の事業者はこの月次支援金の給付は対象外となりますので、この点だけご注意ください。詳細はね次のページ参照って書いてありますね。次のページ見ていきたいと思います。要は休業時短営業の要請に伴って協力金の支給対象となる事業者は今回のこの月次支援金には該当しないよということです。でね、自分がねこの協力金の資金対象となっているかどうかについては、もうこの各地方自治体のホームページを見るしかないんですね。市がやってるものもあれば県がやってるものとあると思うので、皆さんご自分の住んでいる地域にどんなものが出てるかっていうのを確認してください。告知している地方公共団体の一覧、まあ、4月分だけになるんですけど、この34ページに公表しておりますので、そちらの方でね該当してるかどうか、月次支援金給付対象外になるのかどうかっていうのを判断してください。ここにねこう表で判断イエスノーみたいな感じで進んでいくと判断ができるものがありますので、こちらの方を参考にしていただいて、自分の場合はどうなのかっていうのを見ていただければと思います。具体例って書いてありますが、ここ自らが所在する地方公共団体のホームページ等で確認するしか方法がないようです。というわけで判断がかなり迷うポイントがありますので、必ず確認をして申請するようにしてくださいね。せっかく申請してね該当しませんよって言って差し戻ってきたら時間がね無駄になりますので、きちんと事前にちょっと調べてから、まあ、書類を作成準備することをお勧めいたします。こういう形で載ってますので、自分の場合どうなのかってフローチャートを使って該当するのか対象外なのかっていうのをチェックしてください。こちらは先ほどね説明したことをまとまっていることですね。減少していても、まあ、給付要件を満たさなければもちろん給付対象外ですよっていうことです。そして2つ目ですね、先ほど言ったようなこの休業時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は今回の月次支援金は給付対象外となります。月次支援金や月次支援金で無資格受給または不正受給を行った方は月次支援金の申請や受給を行う資格はありませんので、その点お気をつけください。まあ、大体の方大丈夫だと思いますけど、不正受給した方はダメですよってことが一応書いてあります。そしてこのあたりからね、保存書類ね、何を保存しておけばいいのかな、書類っていうのは細かく説明してあるんですけど、このあたりはね指定する方ご自分でねチェックしてみておいてください。対象措置実施都道府県の考え方についてこちらで情報が公開されました。4月で確定しているこのね緊急事態宣言の都道府県はこちらです。でまん延防止が出て4月で確定している分がここの県が該当するってことですね。で5月に入りまして18日現在で緊急事態宣言が出ているのはここの都道府県、そしてまん延防止が出ているのもここの都道府県になりますので、ここの都道府県にね該当する時短やね休業宣言の影響で売上が 50% 下がっているって方はこの月次支援金が該当しますので、必ずチェックするようにしてください。そして6月はねまだここは未定なんですけど、まん延防止はねもう群馬県、石川県、熊本県は6月も出るっていうふうに決まってますので、5月6月を引き続きここの3県は月次支援金が対象になります。またここはね追加が出たりとか、まあ、ここは外れるということ、外れるっていう情報が変わっていくと思いますので、また経済産業省の方の情報の方をチェックしておいてください。月次支援金はこの1回だけじゃなくて4月も該当して5月も該当してれば4、5ともらえますし、例えばね4月はここの県に該当していなくても5月、6月両方該当すれば5、6ともらえますし、7月もねどうなるか分かりませんので、もしかしたら7月も8月としてもらえるかもしれないので要チェックです。で月次支援金についてはこういう PDF のねまとまった簡単な資料も出てますので、そちらの方を目を通すのもありかと思います。で必要処理申請される手続きの流れの方も載っております。月次支援金のね前回の情報、4月28日時点の情報で、スケジュールや必要な申請書類など事前面談ですねについてなどはそちらの方の動画で紹介しておりますので、今回は新しい情報をメインに焦点を当てて紹介させていただきました。またね新しい情報が出たら動画にするかもしれないので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。必ず皆さんビジネスしてる方めんどくさがらずに分からないとかねもう難しいという気持ち非常によく分かるんですけど、やはりビジネスで、ね、生き残るためにはこういう情報があるないっていう方だと差がついてきますので、必ず情報は目に通すようにしてください。相談窓口があります。こちらですね 0120-211-240 です。申請期間に近づけば近づくほど、またこの締め切りのあたりは電話が混み合うかと思いますので、なるべく早く動いていくっていうのがいい方法だと思います。はい、では今回出た新しい情報としては以上になります。それでは本日の動画以上になります。また新しい情報が出たらね動画にまとめたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とあといいねやコメントくださると励みになりますので、コメントお待ちしております。それでは
自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。